時勢のところで、えー、ちょっと大事なお話を回していこうかなと思いますね。えー、ちょっとね時間のこの概念をなんかまあよく見るやつですね。皆さんこうなんか時間軸を書いて、えー、ちょっとこれ現在と行きましてこれ過去といきまして、えー、これ大過去といきますね。えー、エンディットと、えー、入れてあげるとですね、えー、これ過去形になりますね。えー、過去形になるんですが えー、過去形が表すものっていうのはまず一つ過去のある1回のことですね、えー、過去のある1回のことですね、えー、またはまたは、えー、例えば私サッカー昨日しましたよって言った時にはそれ1回限りの動作のことですねでそれに対して、えー、昔サッカーしていたんだよとかっていう時には、えー、その習慣を表していくんである程度ちょっと幅が出てくるんですねこういうふうにね。 まあちょっとこう幅が出てくる感じでまあイメージはこんな感じですねまあこれが別にこうであろうとこうであろうとまあ,まあいいですけどもで過去形で一番大事なことっていうのはこれちょっと覚えておいていただきたいんですがあの現在のことについては一切言及してませんよっていうことはえちょっとね大事なことなんで是非覚えておいてくださいまあとりあえずあの現在は関係ないですよってことですね でそれに対してですねえー、過去完了形っていうのは、えー、過去完了形こっちですねで過去完了形っていうのはまあ一応ある過去の軸があって大過去という用法がありますね大過去という用法がありますまあつまり何か一つ過去がないと大過去にならないですね例えば えこれ10分前っていうのはこれ過去形なんですがただそこの前に何か3分前とか5分前という何か動作があった場合に初めてこいつは大過去になるんですよね大過去になりますよねえまあそんなもんですなんで何か軸がないと大過去にはなりませんっていう話なんですねあとはえっと完了のまあ意味合いで入ると まあこんな感じですね、えー。過去完了形っていうのはその大過去の一点ポンという動作と、えー、その過去から過去の間という感じでのその動作って感じです。 ねえー、そんなところがまあ,ありまして2つ用法が一応あります。まあ完了のね用法でさらにまあ分かれていくんですけれども大きく分けると2つって感じになるんですね。でその時にですね、まあ、ここの問題っていうのはまあ何が言いたいかっていうとですね、えー、ある一つの、まああのー、基準がこれにあるわけですね。私は学びましたって言った時に、えー、私は学びましたって言った時にこいつは過去形になりますよね。でこれは過去形の、えー、ある過去の一点を指すわけですよね。 で、そうすると、私は学びましたって言ったときに、I learned that the second world war ended っていう風にいくんであれば、えー、これはですね、まあもちろんのことながら、これ同時のまあ時間の軸は表していきますよ。で、えー、じゃあ、学んだというよりも、 一個前の話にななってくるんじゃないかなまあ例えば昨日とか1週間前よりもまあ1945年っていうのは大過去にまあ属するわけですからええー、ドエンディットという形になるんじゃないかなって思う人もまあいますよね。でこれがまあどっちなのっていう場合にええー、あるんですけれども。 まあ、これ、あの、文法事項でね、あの、単純にいくとですね、まあ、シンプルに知ってる人は、I learned that the second w o r d w a 答は end it なんですね。え、end ットなんですね。え、end ットが、まあ、これ正解になって、これは過去完了形を使わないということがあって、まず、えっと、その意味合いというか、その理屈としては、えー、学校とかで習うのは、 歴史的事実は常に過去形で書きましょうっていうのが一応まあなんか一つのルールとしてあるんですねはいでえっと続いてなんですが「アレックス arrived after everyone else」がえー、フィニッシュなのかハードフィニッシュなのかということで、えー、入っていく問題ですが で、えっと、こちらに関しても、うん、どっちというのはあるんですけれども、えー、当然のことながら、軸としては、アレックスアライブドゥということで、これも過去形になりますよね。えー、そうするとですね、えー、ここは、えー、どうなんですかね。あのー、説としては、アフターの塊がまああるんで、アフターの塊があるんで、 えー、時間の軸としては、私が到着をしたということで、えっと、入ってくるんですが、皆がメインディッシュを食べた後に私は到着したんですよね。まあ、つまり、ここでいいですね。到着したのは、アライブズということで。で、メインディッシュを食べたのは、えー、それよりも前なはずなんですよね。ってことなので、えー、回答は、こうなんだろうなということは、まあ、予想がついていくわけで、 ま、これが回答になるわけです、ね、ただしですね、これも回答になります。えー、フィニッシュとでも OK なんですね。さあ、なんででしょうっていう話ですね。はい、えっ、ー、と、過去完了形の、まあ、こいつの今、こいつの用法ですけれども、はい、これぜひ覚えていただきたいのは、はい、えー、という感じでですね、これいきますね。あのー、大過去の用法でいきますと、ある過去の時点よりも、え、前の出来事であるということを、 ここが一番大事ですよ。あえて示す場合、わざと示す場合に、過去完了形っていうのは使います。いいですかこれ、あえて示す場合にしか使わないんですよ。あえて示す場合にしか使わないですよ。はい、これでわかりましたえー、まず、この文法事項歴史的事実は常に過去形で書きますよって、なんでですかって、そりゃそうでしょ。わかりますだって、歴史的な事実、つまりこのざっと説っていうのは、 当然のことながら、歴史ですから、歴史っていうのは、誰でも知ってること、つまり、教養なんで、教養ですよね。だ教養なんで、えー、それを、あえて、私が学んだよりも、前だよっていうことを示す必要ないじゃないですか。そうですね。だから、例えば、I learned, 私学びました the,、uh, that the Second World War had ended it って言ったときに、あ うん、その、えー、第二次世界大戦が終わったっていうのはあ私が学んだよりも前だからねっていうことをあえて言いますこれ誰でも知ってることですよね。だから、えー、とそうするとですねこれ歴史的事実っていうのは常に過去形で書くっていうのは、えー、逆に言うとこれで書いてしまうとこれで書いてしまうと、えー、これは失礼に値しますよ。 当然じゃないですかだって相手が知らないっていうことを汲み取ってあえてあえて示す場合ですからねあえて示す場合ですよ、えー、これも小学生でも知ってますよ誰でも知ってますよねこれ世界中の人が知ってますよね、えー、なので、えっと、これ歴史的事実っていうのは、えー、常に過去形で書きましょうっていうのはそれは、えー、ある程度その相手がもう知っていることなんだよっていうことをまあ伝える時です。 はい。では、えっと、そうするとですね、まあ、これ、あえて示す必要はございませんので、えっと、回答はエンディットになりますよって話です。さあ、続いて。これ、どっちも OK だっていう理由わかりますもう、理由としてはもう、これ一つしかないんですけれども、アレックスは到着しましたって言ったときに、えー、after everyone else finished, または had finished a main dish って言ったときに、どっちが先でどっちが後なんか、誰でもわかるじゃないですか。だってなんでって言ったら、当然のことながら、 あえて示す必要もないのが、こいつですよね。この after というこの単語ですよね。この after という単語がある限り、えー、別にどっちが前でどっちが後なんていうものはわ、えー、かるわけじゃないですか。だから、もちろんのことながら、ずらしたければ、ずらしたければ、えぇ、ー、had f i n i で置いてあげて、こっちが1番でこっちが2番だということは言えるわけだけれども、えぇ、ー、当然のことながら、 えー、フィニッシュトゥでこれが同時だったとしてもですねえー、同時だったとしても同時だったとしてもこれはどっちがって言ったら、えー、こいつが先で、えー、こいつが後だよっていうことはアフターとかがあれば別にいいわけですよねだからこれもあえて示す場合ということを認識しておくと示したければハードフィニッシュトゥ 別に示す必要もなないじゃないんじゃで回答はフィニッシュでも OK ですよっていうのが、えー、この過去形の、えー、過去形と過去完了形の使い方特に過去完了形の大過去用法でねこういうふうにまあ使っていくんですよっていうのを知っておくと意外と迷わないこともあるかもしれませんので是非学習してみてください。